まあ、それに引き換えね、政府の方はもうバカばっかりというですね、まあそんな台湾をね、無視してですね、で、支那中教をこう立てるようなこと、なんですか、国葬でやりましてね、坪造の国葬で、台湾の代表部は呼ばないと。で、なんですか、ミャンマーの軍事政権は、呼んでいるということでね、もうめちゃくちゃですがな。だからもう外交とか、弔問外交とか言ってるけれども、一貫性がないんですね。全く一貫性がなくですね、とりあえず適当に呼んでるっていうだけなんですよ。これが外務省ですから、外務省の仕事っていうのは、もう本当にね、今の一番の大きな仕事っていうのがワイン集めなんですね。これ嘘じゃないですよ。かけてる予算を見たら、一番ね、使ってるのはこのワインの予算なんですよ。ふざけてるでしょ？いや、私も本当にふざけてると思うんですけれども、ワインを購入するのにめちゃくちゃ金使ってるんですよ。ね、本当にこいつらアホちゃうかというですね、そのですね、台湾との、ね、外交ですけれどもね、まあ、外交ができない外務省なんですけどね、というかもう明治以降ね、外務卿についたね、まあ、外相ですけどね、外相についた人間ってのはろくでもない人間ばっかりでしてですね、ほんで外交の我の字もわからないような人間が出てくるわけですね。もう外交ってそもそも、なんじゃらほいという連中がこうついていると、もうだから日本人に政治が無理だっつって言ってるのに、無理だって言ってるのに、その他国策の中から選んでるわけですよね。